はい、おはようございます。ということで今回はですね、長野の松本市にありますバーガーチョップさんに来ておりまして、チャレンジメニューを挑みに行きました。というのもですね、こちらのお店いつもお世話になっている29のオーナー杉さんのご紹介でですね、こんな4キロのハンバーガーを作っていただきました。もともとこういった感じでチャレンジメニューが2種類ありまして、スーパーモンスターバーガーで、今回のは一応4キロで制限時間が40分で、失敗で1万800円のお支払いで、成功で無料ですね。で、もう一つあって、一応ね 2.5 キロで25分で、失敗で6800円というまた別のものもあるんで、まあ、ぜひね、一般の方でも大食いの方でもチャレンジしに来てください。一応こちらのバーガーの方作るのかなり手間かかるんで、3日前までの、要予約制となっております。はい、でですね、今回お店の方とかにいろんなお客さんにお声掛けしてもらってですね、ちょ周りに20人ぐらい今お客さんいるんですよイベント形式のチャレンジメニューになるんで、ちょっとね今回は多分汚い感じになります。そのあたりはご了承して、ご視聴ください。はい、はい、よーいスタート。はい、いただきます。どうしたらいいんだろうこれ。とりあえずこれいいよ、いいよっと。
うわ、10分切った。